ロット E10 は、太陽国で製造している、農業運搬用の改造自動車である。ロイエット建築家改造 E10 ロット E10 は、主に農業に用いられる改造車で、大国内で生産されている。単気筒ディーゼルエンジン、燃料噴射ポンプ、着火装置、ギアなどを、自動車部品から流用して組み立てる。部品により、新品、中古部品を組み合わせて構成するが、 クボタのトラクターや、幸運機、または日本からの中古部品が好まれて利用される。また農産物が乗せられるように木の棒で荷台を組む、ことも多い。現在でも大国内の多くの工場でロットーテーン、が、製造、改造されているが、車の所有者や技術者が自分で組み上げてしまうこともある。ロットーテーンの名前の由来は様々あり、方言で、差を意味する、サリエンテンであるとも、 速度が遅いという意味のウィンベープテ園ンであるとも言われている。また様々な呼び名があり、ロットガセイロットガセイタガム、ロットコンタイガーンガセイ、ロットタイランドなどと呼ばれる。主に農業用に利用され、様々な農地でよく見ることのできたロットイテンであったが、現在、利用者の要望によって様々な用途に改造が施され、発展している。アユタヤ県消防車型。 イーテインまた、タイで生産されたロットイーテインはラオスなどの近隣諸国にも輸出されており、ロットタイランドと呼ばれている。ロットイーテインは、法令に基づき陸運局において車両登録し、毎年自動車税を支払う必要がある。行動上での使用は、物歴歴2525 25年奨励に従って行われる。さらに、 物歴2552年の自動車法によると、車体重1百6 0 0 k g 車体長 6m、胴幅 2m を超えないこと、携帯は4輪もしくは3輪、全消灯、微灯、方向指示器などの電気系統を持ち、サイドミラーが取り付けられていることなどが行動での使用基準となっている。ロット E テーンに取り付けられるエンジンを生産している日系公弁会社サイアムクボタは、 工業省の工業製品企画で保証されたタイ国内最初の企業である。ありがとうございます。